はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、近日来日すると言われているココ・モンテス選手が一体どこのポジションを守ってどの打順を打てばいいのかというところをね、ちょっとね、皆さんと徹底議論していきたいなと思って、今日こんな感じの動画撮らせてもらってます。ですね、まあ昨日の試合に限ったことかもしれないんですけど、まあジャイアンツの打線が非常に状態いいじゃないですか。で、ふと思ったんですよね。この打順で、この感じで、ココ・モンテスが入ってきたら、一体誰が抜ける形になんねやろっていうふうに、マジでちょっと気になったんで、ちょっとね、撮らせてもらおうと思ってますと。で、現状ね、ジャイアンツの現状を少し振り返って、で、そこで、ココ・モンテス選手がどこに入るかっていうのを、ちょっと僕なりのね、意見を、まあ、言わせてもらいたいところなんですけど、まず昨日の打順ね、見ていきたいんですけど、まあ1番、まあ丸選手ね。で、2番吉川選手。3番にヘルナンデス選手。で、4番に岡本選手。で、5番に大城選手。で、6番に、昨日立岡さん入ってまして、で、7番にキャッチャー、岸田選手。8番に泉口選手。で、9番に、まあ昨日だったらピッチャーの東郷投手というふうになってるんですけど、どこに入れるこれ。ココ・モンテス選手、どこに入れます？マジで。ここ5試合のね、打率を見ててもですね、まあやはり、みんな大体打ってるんですよ。うん。だから吉川選手がちょっと1割6分7厘っていうところでちょっと低いかなっていう感じはあるんですけど、まあ岡本選手もね、もっと打ってないかなと思ってても、まあ2割2分2厘だし、まあ立岡さんはね、出たり出なかったりとかするんで、まあ1割っていうのもあれなんですけど、まあ比較的みんな打ててるんですよね。結構意外とね。で、まあ通算の打率というか今年の打率見ても、まあそのヘルナンデスがバケモンみたいな打率ですし、丸さんもね、3割8厘っていうところもありますし、非常にね、まあいいなっていう感じはあるんですよ。で、ここ最近で言ったら大城さんがめちゃくちゃ打ってるっていうのがあるんで、どうするっていうところなんですよね。で、まあ、ココ・モンテス選手って、まあ、内野が主戦場じゃないですか。で、セカンドが一番多いんですよ、出てるのはね。セカンド多くて、サードが次で、まあ、ショートがあって、みたいな感じなんですけど、セカンドの吉川選手動かすのは、ちょっときついなって感じあるじゃないですか。うん。セカンドは直樹以外はもう無理やなっていうところあるじゃないですか、正直ね。じゃあ、サードかショートだっていうところだと思うんですけど、で、まずサードなんですけど、最近岡本選手入ってるじゃないですか。で、ちょっと前まで、まあ、岡本選手がサードに行ってて、で、ファースト大城さんだったじゃないですか。で、大城さんもバッティングがまだ上がってきてなかったんで、じゃあ、ココ・モンテス選手をサードに入れて、ファースト岡本選手にしたらいいじゃないか、みたいな議論があったんですよ。ただ、ここで、ちょっとほんまに、なんて言うんだろう、嬉しい悩みなんですけど、ファーストの大城さんがめちゃくちゃ状態上がってきてるんですよ。うん、まあ、まだ打率としては、まあ、通算としては2割4分6厘ってとこなんですけど、まあ、ここ5試合で5割打ってるんですよ。だったら外せないよねっていうとこ話になるじゃないですか。うん。で、前までだったら、まあ、大城さんを外して、まあ、もしかしたら、大城さんを、まあ、キャッチャーに戻して、とか、大城さんを、まあ、代打にして、とかいう議論だと思うんですけど、最近のここのな、この辺のバッティングを見ると、ちょっと大城外せないよねっていう風な話になってきてるじゃないですか。じゃあ、あとどこで空いてるっていうところになると、もうショートしか空いてないんですよね。うん。で、ショートも現実、まあ伊豆口選手であったりとか、まあ門脇選手が出てますと。で、まあどっちかっていうと最近で言ったら門脇選手より、まあ伊豆口選手の方が出てるの多いじゃないですか。で、まあ伊豆口選手の成績見ても、まあ2割2厘。で、ここ最近でも1割4分3厘。で、守備に関してはまあ安定感ありますよっていう。で、まあ、門脇選手は、まあ、2割1分、0ホームラン、7打点、OPS が516という風になってて、まあ、間違いなく、打てた方が出てるみたいな感じじゃないですか、どっちかっていうと。うん。で、門脇選手は、まあ、守備でもね、ちょっと精細書いてたっていうところもあって、まあ、ちょっとね、伊豆口選手に変わってるっていうのがあるんですけど、多分、普通に門脇選手が、例えば、打ってたら、これで、
例えば2割6分7分打ってたら、多分門脇選手出てるじゃないですか。エラーがちょっと多少多くても。うん。だから、まあもちろんね、守備力絶対大事ですよ。センターラインやから、絶対大事ですけども、まあこのことから言えるように、まあある程度打ってくれたら、うん。まあ、目つぶるとまでは言わないけど、ショートやからね。うん、守備力大事やから、そこまでは言わないけど、打ってくれた方を出すよっていう感じなんですよ。多分僕見ててね。だったら、ココモンテス選手がショート入るんちゃうかなってちょっと僕自身思ってて、多分だけどというか、もうはっきり言うけど、伊豆口選手とか門脇選手より絶対バッティングいいんですよ。僕動画も何回も見ましたし、分析もしましたけども、絶対いいと思うんですよ。うん、なんならヘルナンデスぐらいとか、ヘルナンデス以上にワンチャン打つんちゃうかぐらいの実力持ってると思うんですよね。だったら普通に守備力に関して言えば、もしかしたらその門脇選手の方が上だったりとか、伊豆口選手の方が上かもしれないけど、そのバッティングというところで、まあ、ヘルナンデスぐらいやってくれるっていう話になるんだったら、多分ショートで使うと思うんですよね。で、せっかくね、伊豆口選手とかちょっとね、出てきてレギュラー取れるかみたいなところもなってきて、ちょっとかわいそうなんですけど、でもこれもね、本当に、まあ、プロ野球の、まあ、なんて言うんだろう、残酷なところではあると思うんですけど、もう明らかに僕ね、ココモンテス選手がショート入る確率高いんちゃうかなって思ってて、うん。守備の動画も見たんですよ。で、僕、もともとバッティングの動画しか見てなくて、バッティングええな、みたいな、守備どうなんや、みたいな感じだったんですけど、守備見たら、守備もいいんですよね、普通に。うん、柔らかくキャッチするし、で、スローイングとかも結構安定してるし、で、肩強いんですよ、それに。で、あれやったらショート守れんな、みたいな感じなんで、まあ、その、ファースト大城さんにして、ショートココモンテスっていう風な形にしたら、ちょっと、守備力に関して言ったら、ちょっと落ちてしまうので、どっちか一個だけだったら、大城さんだけとか、ココモンテスだけとかやったら、まだわかるかもしれないですけども、二人をね、守備にまああんまりこう、なんていうの、不安とまで言わないけど、まあ、ココモンテスはちゃんとね、試合も出てるんであれなんですけど、まあ大城さんの場合は今、まあ猛練習中というところで、ちょっと、まあそこの守備力というところ、まあ全体を見た時の、守備力というところを考えたときに、果たしてココモンテス選手をショートに入れて、まあ、ファースト大城さんに入れるっていう布陣、まあ、打撃で言ったら最強ですよ、正直言うと。それを、まあ、守備のね、チームを作るというか、守りの野球をするっていうふうに言った安倍監督は、そのスタメンを並べるのかっていうところはね、ちょっとマジで注目したいなと思ってるんですよ。で、打順に関してなんですけど、打順もね、ほんまにね、いろいろ想定できますと。で、今さっき言った打順あるじゃないですか。あれでもし、2番とかに、これココモンテス入って3番ヘルナンデスとかやったらマジでエグいし、正味。で、そうじゃなくても6番とかにココモンテス入れて、みたいな。で、立岡さんを8番とかに入れて、みたいな感じでしたら、マジで下位打線も強くなるしっていうところで、もうこれもうバリエーションエグいんですよね、正直。うん。まあ、このどこまで打ってくれるかっていうところだと思うんですけど、打順に関してはね、結構ね、2番に入ったりとかもできる感じだし、足も速かったんで見た感じね。で、だし、6番なんかもね、絶対ポイントゲッターとして活躍してくれる可能性も高いんで、そういったところで打順は結構、あ、どこでもいけるなって感じするんですけど、やっぱ守備なんですよね。うん。どこで出すって、僕もショートしか空いてないんちゃうかなって僕思うんですけど、皆さんどう思われましたでしょうか。はい。てな感じでですね、今日はね、ココモンテス選手がもうそろそろね、本当に来日して、まあ、出てくるっていうところだと思うので、まあ、打順であったりとか、守備位置の考察というところをやっていきました。僕はショートで、ほんまね、ショートはね、日本人がやってね、連携とかもあるんで、やった方がいいと思うんですけど、もしあれやったら、本当に、安倍監督が使おうと思うんだったら、僕、ショートで使うんちゃうかなって思ってて、うん。そこはね、ちょっとまだわからないですけども、ちょっと皆さんの意見もね、聞きたいんで、ぜひね、コメント欄で教えていただけたら、僕全部見てますんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで終わってきます。じゃあね、バイバイ。